中国国内で皇后や親王などを任命する方法でした。それを周辺諸国へ拡大した関係が薩法体制あるいは薩法関係と呼ばれています。この関係を結ぶと中国の皇帝は周辺諸国に使者を派遣し、皇帝の名のもとにその国の国王を任命します。この任命式が薩法儀式と呼ばれています。薩法という名称は歴史用語では薩法と呼びますが、沖縄では薩法または薩法と呼んでおります。そこで本日は薩法と呼ばせていただきます。中国皇帝を頂点とするこうした秩序関係は